はい、じゃあ後半進展として今あの学びたいこと1番やって2番あの写真の方向性やって次は5番です。写真撮影5つの段階っていうのがですね、写真撮影の5つの段階1から5まであるんですよ。で3番目だけシャッターチャンスも書いてあるんですね、答えが1番、2番、3番がシャッターチャンスで、よくね、僕らあの教えてくれって行くとシャッターチャンスがわからないってよく言われて、シャッターチャンスのことを教えることもあるんですけども、とりあえずシャッターチャンスの前に2つ、シャッターチャンス、つまりシャッターを切った後に2つあるんです。なんとなくイメージできますか？写真を撮るということに関してシャッターチャンス、そのシャッターを切るという前段階に2段階あって、撮った後にあと2段階あるんです。宮永さん、なんかアイディアあったら どこからどっか攻めてもらっていいですよ。撮る目標がないとシャッターチャンスもないのならない。撮る目標、要するになら、じゃあ例えばイケメン講師を撮るっていうふうに、まあ、テーマはもうあると、そこから考えろっていうのいうことじゃなくて、一応例えばですよ、例えばあの広報研修会の様子をお届けするっていうふうに、もしそれはもう決まってます。それが決まった後にこれ伝わるということなんです。野次さん、なんかどうか好きなのとか、次青木さんの来るの分かってますよね。パス1、被写体はもう決まってるんですよね。一応被写体はテーマは決まってると。テーマは決まってる、被写体は選ぶ、被写体を選ぶっていうことですか。伊藤さんどうですか、ね、写真が上手な伊藤さん。位置とかポジション、シャッターチャンスの前ですね。前に2つ、後に2つ、撮る前に。清平さん、なんかもう外れても恥ずかしくないですよ、初心者ですから。構図とか、あ、構図ね。で、構図とかなんとかっていうのは、ね、一応ね、あの技法と呼んでます。テクニックっていうか、技法、これは今日は全くあの教えることができません。時間がないんで。ただ技法がありますけど、技法の前にもう一つあるんですよ。長岡さん、なんかあります？え、その後もあるんですよ。技法の前に企画。あ、正解。例えばですよ、今イケメン講師を取るっていうテーマがあったとして、でもこの人のイケメンのこういう部分を強調して取りたいなって考えるのが企画なんです。で、その部分を強調して取るために、例えば望遠レンズの方がいいんじゃないかと、ちょっと下のアングルからの方がかっこよく映るんじゃないかって考えることが技法なんですよ。で、その人の一番いい表情の時にシャッターを切る、それがシャッターチャンスって。どうぞ、ここで分かりやすいですよ。だからテーマが決まっていても、そのテーマの何を撮るかって決めることはすごく重要で、今までなんとなくシャッターを押したってことじゃないですか。何も考えずになんとなくシャッターって押したことないですか、奥さん。そこがプロとアマの違いなんですよ。あの持ってる機材が高いか安いかは大きな問題じゃないんです。シャッターを切る前に企画を考えてるか。で、僕らがこういう高いカメラ持って歩く理由は技法の幅が広いからなんですよ。技法の幅が広くなるから、コンパクトデジカメよりは一眼レフで、コンパクトデジカメよりもスマホの方が劣ります。その技法を使える範囲が狭いんで。ですから僕らは技法のために重たい機材を持って歩くんだけども、それがプロの本質ではないです。この企画をいかにきちっと明確に表現できるかっていうところがプロの仕事なんです。だって高い機材ならね、ローン組めば明日から手に入るでしょ。でも上手くならないでしょ。よく感じます。いやー、まあ、エクサー高い機材持ってるから。それ持ってますけど、それとプロとはまた違う話です。はい、シャッターチャンス取りました。その後に2つあります。何でしょう。宮永さん、なんかアイディアないですか。取った後デジカメで
デジカメです。あのフィルム時代の話を合わせてください。あ、正解。加工編集って書いてください。どうしても写真 100% に撮れません。ですから明るさを変えるとか、非常に写っちゃったからカットするとか、こういう作業を加工編集と呼んでいます。で、一番最後これ何でしょう。奥田さんはもう予習してきましたよね。でも、写真撮影ですよね、レイアウトとかその後の話で。レイアウトは、まあ、あの加工編集ですね、どっちかっていうと。あ、まあ、どこに配置するかと思います。それは、まあ、紙面作りってまた別の講座になりますね。あ、保存、うん、これはもう書きますね、今日の時間がないんで。昔はね、出版って呼んでました、私。人にお見せするっていうことが最後の段階にあると。で、これ最初に私役割のことを話しましたよね。役割は何でしたっけ。広報担当スタッフ、または広報チーフですよね。すなわち広報、広く皆さんにお知らせするから見せることが前提です。でもプライベート写真は見せる必要ないんで、この部分はないです。プライベート写真に関して言えば見せる必要ないんで。で、出版って書くと本にしなきゃいけないっていうふうに思うんで、最近はこれを情報発信と呼んでます。インターネット時代ですので、情報発信と呼んでます。これを5つの段階といって、この5つの段階をスムーズに、それこそもう 0.5 秒ぐらいで決めちゃうんです。僕らはこの仕事をパッと言われて、あ、こういうふうに撮ろうっていうのは考えてることも考えたことなかったです。で、こうやって教えるようになった時に、なんで僕は今このレンズを使ってこうしてこうしたんだろうって考えたら、この5つが出てきたんです。だから教える仕事をするまでは考えたことも考えたことなかったです。考えてるということすらイメージしてなかったです。でも分解すると、あ、これはあの美味しそうに撮る料理だからこういう風にしなきゃいけない、そのためにはライティングをこうしなきゃいけない、そのためのシャッターチャンスのためにはシェフと打ち合わせして一番美味しいタイミングで出してもらうためにこっちが待ってるとかっていうので、あのやってるってことに、あの後から気が付いた。では問題です。 1,2,3,4,5 とあります。どっから考え始めるでしょう、写真を撮るにあたって。三上さん、どこから考えるといいですか。写真どこからって、この5つのうちのどこから考えるべきかっていう。やっぱり企画からじゃないですかね。残念でした。これ5番なんですよ。どういうことかっていうと、ホームページでちっちゃく出す写真とポスターで大きく出す写真はすでに情報発信の仕方が違うので、撮り方が変わるってことなんですよ。企画が変わってしまうってことなんです。なんとなく分かりますかね。ですから今皆さんが広報スタッフとして写真を撮るにあたっては、最終的にどのような形で情報発信するのかっていうのがまず第一のターゲットなんです。そこから1に行くんです。これ1の企画からやって、最後じゃ あの全体像撮ったけど、ホームページでこんなちっちゃい写真しか載せるスペースないよと、それ後から考えたんじゃダメなんですよ。先に考えるで、私雑誌の撮影とかでよくね、飲食店とか行くとメインのカットとサブカットっていう、ほら大きさが違うじゃないですか、料理のやつとか。その時に撮ってから入れるってことはありません。メイン写真はこれを撮ると、例えばステーキ撮るったらステーキはメインにするけども、サブでおしゃれなら最初の前菜のサラダはサブにしようとかっていうのは撮る前に決めてます。あの写りがいい方をメインにしようなんていうのは素人です。なんかありました、青木さん。心当たりがです。今心当たりがあったのは、多分撮ってから考えようと思ってたよ。とりあえずたくさん撮ろうと思って、ね、そこがね、実はプロとアマの大きな違いで、
撮る前に考えるか撮ってから考えるかっていうのはもう全く違うことなんですよ。だから撮る前の企画がきっちりできてない仕事は僕らでもうまくいかないんですよ。とりあえず撮ってっていう仕事ね、それうまくいかないです。これが今写真撮影の5つの段階で、脳書きばっかりやってると退屈しますので、さあ実習です。目の前に被写体が2つありますね。すなわち今日レッスン会場ではこういうお菓子が出ましたという写真を撮ってみましょう。どうぞ皆さん5分ぐらい時間差し上げますので、だからこれはまあ小さい写真で、まあ、ホームページのサブカットですよね。メインカットじゃないですよね。サブカットにちょっと小さく出るよというぐらいのイメージで、これが出版の形ですね。今日の講座をホームページにちょっと出すと、私はこういう講座を受けましたと、それをサブカットに撮るよということで撮影してみてください。はい、どうぞ。あのお菓子無理立て取ることもないんですよ。大丈夫ですか？え、さっきこっち取ってから。あ、はい。じゃあちょっと聞いてみましょう。三上さんは野地さんは何をテーマに取ろうと思いました？この今のお菓子の何を企画に。なんか気持ちとしては、お留守番の人にこんなん出たよって伝えようっていうとですね、こういうのが出たよっていう、うん、でその伝えたい内容は何だったか。内容、だからこんなのすんじゃなくて、例えば女の子を撮る、まあ、これ今日女の子多いんですけど、女の子を撮るときに美人っていう切り口なのか可愛いっていう切り口なのかで撮り方が変わるってことなんですよ。だからこのお菓子は美人だったのかは可愛かったのか刺激的だったのか、どういうふうに撮るかって考えることを企画と呼ぶんです。じゃあ次は青木さんは何をテーマに。記録ですね。で銘柄のこのそうなんですよ。で、その今記録って話が出たんですけども、基本的に記録写真は面白くないです。だからよく公民館ライブとか面白くないってよく言われるんですけど、大抵記録写真を載せてるからなんです。そういうことは何を企画に持ってきましたかね。美味しそう、美味しそうに。でその美味しそうとかもどういう美味しさを伝えたいのかまで絞り込まないとなかなか伝えられないんですよね。伊藤さんはどうですか？2つ見てこっちのご飯食べたいなと思うのでこっちを大きく撮ったりとか。正解。今みたいに
明確にこういう理由でこう撮りたいっていうのが企画なんですよ。なんとなく2つ出ました。これダメです。言ってみれば分かりますかね。長岡さんはどうですか、企画は。全然記録でした。なんか今日の講習にはこんなのでで、そのこんなのっていうのは伝えられないです。その使命を見た人に何かにやっぱりとんがって記録ではなくて表現をするのが実は広報担当というか写真家の仕事なんです。よろしいですかね。じゃあちょっとまあ、あの実習というか、あの作例的にちょっとや私やってみますんで、よくね失敗する人多いので、ね、真上からこう撮る人ね。でね、これちょっとあのさっきうまくいったのに縦横がうまくひっくり返る、あ、うまくいった、これ、うん、これで真上から撮る人いるんですよね。でこれね、僕らの食中毒あの撲滅強化月間写真って呼んでてね、一番嫌いな写真なんですよ。何が出たかって、あの病院食上から撮ってるっていうね。でその話を僕前病院 その食事作ってる関係者に言ったら、今そんな写真撮りませんって言うんですよ。全部冷凍保存なんで写真撮ってないらしいです、現物保存で。で昔はこうやって撮ってたんですよ、今日 の普通食はこれ、あの糖尿病食はこれって。でね、縦か上から撮って何がいけないかっていうと、厚みが出ないことなんです。写真っていうのはよく見ると影を写すって書くんですね。その影を、この立体感が命なんですよ。で先ほど伊藤さんが言ったみたいに、カスタードケーキが良かったという写真ならカスタードケーキから撮りますし、おせんべいがいい味出してたっていうのはおせんべいから撮ってください。それはどっちがいいとは限らないです、企画ですから。ただその企画なしで撮った、これやめてくださいね。今日は2つお菓子が出ました、嬉しくないですそれ全然。もらった人が、あの記録写真はいらないです。でね、伊藤さんかなりね写真慣れてるなと思ったのは、もう一つズームしてたでしょ。これも分かる。一般的にこういうお菓子撮るときはぐっとズームしてアップで撮った方が美味しそうに見えます。こんな感じで、あのぐっとアップで撮った方が、で例えばこう撮ったときにおせんべい切れてるじゃないですか。じゃあ切れたおせんべいが出たんだなと思う人います？丸いおせんべいっていうのは日本人なら誰でも分かるんで、切ってもいいです。むしろ切った方がいいぐらい。なぜならば表面が大事だからです、記録ではなくて。例えばこんなのが出ましたって上からの写真と、こういうお菓子が出ましたってどっちがいいですか？来てない人羨ましがらせないと。それは一番最初に説明した記録と表現の、表現の方にシフトする。その表現を生かすために企画を考え、技法を使って。お菓子の場合はシャッターチャンスほとんどないですけども、場合によっては湯気が出てるコーヒー、ホットコーヒーが出たよと言うんであれば、カップを最初に置いてアングル決めてからコーヒー入れてもらうとかね。それがシャッターチャンスの作り方の一つです。僕ら料理写真は最初にシェフに行って、今日フルコース撮りますよと、全部お皿出してくださいって、同じお皿を。でこれはどのくらいの高さのお肉ですかとか聞いて、あのまだ乗ってないですよ、乗ってないけども、あ、ここはサラダですね、ここスープですねって聞いてイメージして、それが一番おいしく映るようにライトをセッティングするんです。出てきてからこういじり出すとどんどん色が落ちるんで、もう出てきたらもう1分以内の勝負ですよ、切るのは。そのために準備するのがこの前段階の僕らの仕事なんですよ。でシャッターは犬が押しても一緒です、セッティングさえできていれば。でそれでもうまくいかないというか、編集加工っていう作業は
基本的にはデザイナーがします。僕ら共同で本を作るんで、あの写真家がやる仕事じゃないんですけども、その仕事としてはそういう段階がありますよというのをちょっとお伝えしたかったというのが今2つ目の実習なんですけども。難しいですか？